このぐらい、このぐらい。どうも、トモズルです。そして、ボンジュール、ボンジュールだ、トモです。トモです。ということで、本日はですね、ボンさん、はい、我々初めての質問コーナーでございます。ありがとうございます。何も聞いてないよ、2人とも。確かに、いや、なんだ。イヤホンつけていると。今日はですね、はい、初めて、でも初めてですよね。僕自身も質問コーナー初めてなんですよ。あ、そうだ、僕やったことありますよ。え、ないですか。僕あれ、僕ありますよ、質問コーナー。マジ先輩、はい、わかりました。今日はちょっと質問をたくさん用意しておりますので、はい、ちなみに実はこれ読めるに準備したしてもらって。そうなんですよ。一切僕たち中身知らない、中身知らない。チョイスも全部読めるずチョイスと。ほんとやめて。いや、なんかすげえ。はい、NG はなしにしましょうね。NG なしって言ってたんで。だからちゃんとピーヨンとかなし、ピーヨンとかなし、ピーヨンとかなし、もうなし、それもなし。本当に全部答えます。いきます。いや、すごいの好きなの。僕から。はい、なんでもうバンバンバン。結構、もういきなりいっちゃうんですよ。結構数ありますから、いきなりいっちゃうんですよ。お互いのすごいと思うところは。あ、いきなりのろけじゃないですか。はいはいはい、はい、いや、なんかやっぱり、はい、あれですよね。あれ、え、なんすか、すごいと思うところ。はい、あれ。なんすか。あ、全部。薄すぎ。薄すぎない。なんですか、別にそんな、なんかボンさん、多分みんなが思うところ、どうしよう。ボンさんのすごいところは、年齢とか関係なく誰とでも仲良くできること。なるほど。はい、まあまあ、そう、そうなんですかね、そうなんですかね。どうせやっぱね、はい、あれですよ、賢い。賢いがいいとこなの。いや、あとな、はい、こう見えて、はい、裏表ない。何だ、それは、ちょ、ごめん。こう見えて、こう見えて。いや、こう見えて。いや、やっぱ、はい、YouTuber ってそうなるじゃないですか。そうか、イメージ。まあ、そのなのかな、まあ、裏表はないんです。はい、続いて2問目。停電。ボンさんは結婚への焦りはありますかと。ないです。続いていきましょう。ないで。視聴者さんからの質問を集めてますから。はい、はい、3つ目、ででん。お互いの好きなところを5つ。多いな。多い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 。2つに2つに勝手に勝手に減らして。お互いの好きなところ、あ、どうすかね。どうだろう。一緒にいて楽しいことと、うん、好きなところか。やっぱり楽っすね。楽楽楽。割とね、そうなんですよ。好きなところは、なんすかね。こう見えて、どうぞ。こう見えて好きっす。こう見えて、どうぞ、時間に、ちょっと、緩やかだから。あ、時間緩やかっすよ。そう、はい、そういうとこ好きっす。そういうとこ好きっす。あとは、なんだろうな。こう見えて。ボンさん、時間が、たくさんあるんで、いつでもスケジュールが組める。なんすか。いいとこっす。あとね。続いて、ででん。ボンさんがドズル社に入社して何か変わったことありますか？ああ、それはそうでしょ。それはそうでしょ。あるかなー。あるでしょ。入社して。あるでしょ。いっぱいある、いっぱいある。赤字が。え？赤字？マイナスじゃん。いや、嘘嘘。ボンさんが入社して、あ、でも、なんかね、ボンさん、僕を取り、なんか、なんていうんですか、コンテンツとか作るときに、ボンさん、すごい、なんか、協力してくれるんですよ。だからなんかボンさん企画はすぐこうどんどんみんな走って、なんかね、ボンさんを中心にみんななんかなんかちょっとボンさんこれやらせてみたら面白そうみたいなのでいろいろ進むじゃないですか。本当そう、本当。だから僕だったら結構 いつも忙しそうにしてるから、はいはいはい、言いづらいとか、これちょっと無理そうだな、そうそう、これ無理そうだなっていうのもボンさんとりあえず一回やらせとけみたいな。いや、ね、これね、ちょっとこの際だから言います言いたいんですけど、ドズル社の人たちね、はいはい、だいたいこういうのやってみませんとか、はいはいはい、やってくれますかとかじゃないですか。はいはい、最初からこういうのやりますんでみたいな、やりましょう、もう話進んで通さずに話進んでるんですよ。いや、だからそれがいいとこです。はい、しかもスケジュールが空いてるから。僕以外のところで話が進んで、もう企画とかできてて、それを後から最高じゃないですか。最高で、演者としては最高。僕たち側からしたら最高でしょ。ほぼほぼできてるところで報告されるんですよ。はい、次これです。そう。いいことじゃないですか。続いて、20代のうちにしておくべきことと、しなくて後悔したことありますかと。いっぱいあるよ。20代でも、はい、しなくて、
ブーさんもそうですね。僕も20代あと半年で終わります。後悔したこと、後悔は別にないですけど、はい、ゲームばっかやってたんで、うん、もっとなんかもっとパリピ的なことやっとけばよかったな。しないじゃん絶対。でもえしないじゃないですか。やっとけばよかったなですから。あ、そっか。しないよ、しないよ。しないけど今20代戻ってもしないです。だから、はい、で、まあ、普段のその辺の、はい、同い年の人より出せんすよ。例えばキャンプ行くとか。そう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 、行けもわけわかんないし、クラブ行くとか、何もそこに行ったことできないし、何もいろんな経験をしとく。そう、いろんな経験なんかね、20代の1回いくか行かないかでかいじゃないですか。そうですね、確かに確かに。あ、でも確かにそうかもしれない。20代でやっぱこうだんだん社会に出て、うん、その忙しくなったりとかを理由にそういうのに行かなく、チャレンジをしなくなりますよね。だからとにかくやっぱチャレンジのフットワークは軽く、新しいことはとにかくやってみるっていうのを、これ20代だけじゃないですけど、20代でそれしなくなったらしなくなるんで、結局なんかこれ、はい、例えば映画、もう簡単に言えば映画とか、はい、あれ見たいなと思っても行かないこと多いじゃないですか。そう、だからそれが20代のうちから行かなくなると、そうそう、もう本当におっさんになる。はい、気をつけてください皆さん。あ、でもフットワーク軽くね、いろんなことにやると。続いて、ででん、はいよ、2人の初恋は。初恋、はい、どっからですか。幼稚園とか入ります。あ、確かにその初恋が、いや僕も幼稚園の時になんかいましたけど、でも違う、まあまあ、違う、それは。だとしても恋、小学校の時から初恋してるんですか。そうですね。僕いつが初恋なんだろう見てるか分からないけど、初恋はって言われても、これ期間を言うわけ。初恋、あ、でも確かに僕も小学校、ね、和菓子屋さんの。和菓子屋さん昭和だなそれは別に今だってある。平成だって、令和だって和菓子屋さんはあるでしょ。あるでしょ。まあ、あるけど、はい、なるほどですね。和菓子屋さんか。僕は初恋の子は同じ住宅の子でしたかね。なんか転勤族だったんで、一緒に転勤してきた子だったかな。続いて、ででん、出会った時の第一印象は。ああ、僕だってもともとドズさんであれですから、なんすか、 YouTuber ドズルでしたから。まあまあそうですね、出会った時だって僕たち言うて1年ぐらいですからね、付き合い始めて。だから、そう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 、あ、思ったより硬くねえなって、はい、いやいや、思いますよいやこれね、思いますよ。だからそれは、はい、ドズさんはあのエレビズのモノマネで、はい、ちょっと見方が崩れたじゃないですか。その前まではちょっと先生よどっちかといえばお固めでした。でしたよ、お固めか。あそこで、あ、ちょっとこの話あれだなと思って面白い人だないやいや、そう、みんな俺世間一般の意見だと思うな。俺これ初対面で、君は60点だねっつって言われましたもんね。そんな55点でしたっけ。いやいや、62、3点そんな言い方は、そんな言い方は、そんな言い方はしてない。出会った時の第一印象は、なんだろう、いや、人当たりいいなと思いましたよ。人がいいなって思いました、普通に、シンプルに。優しいなって思いました。続いて、ででん、動画内でやり取りしていることはシナリオやリハーサルをしていますかと。これはね、してる時もあります。はい、まあ、てか、なんかねリハーサルはどれ、なんか全部がっちり決めるわけじゃないんですけど、一旦やり取りはしますよね、はい。ただリハーサルして、開幕1分の流れですね、はい。あ、そう1分ぐらいで、こんな感じで。僕はこれロジックがあって、はい、動画はやっぱ一番最初にちゃんとこの動画こういうことしますよっていうのを視聴者側に伝えないと、やっぱ見てる方もよくわかんないじゃないですか。だから最初の1分ぐらいはちゃんと作り、横からちゃちゃ入れちゃうんで、ついシナリオっていうほどシナリオはないかもしれない。台本はないですね、少なくとも。台本はない、まあ、はい、こういう流れでやりましょうぐらい。 YouTuber さんによってはね、もう一言一句最後まで台本書くっていう YouTuber さんもいるんです。すごいそれは。僕たちめんどくさがり屋なんで、ね、無理普通に僕たちめんどくさくて無理そう、YouTube をやり始めたきっかけは、あー、なんか、はい、僕役者やってたんで、なんか売名になるか。そうですよね、初めは YouTuber になりたくてやってるわけじゃなくて、はいはい、俳優として売りたくて YouTube 始めましたもんね。それと同時に、はい、そうなんかクラロワで会った人たちに、どうして面白いから YouTube とかやってみたらどうだと、あ、おすすめされ て始めたと。あ、ちょうどじゃあやってみようかな。僕はね、その時クラクラにハマってて、はいはい、でクラメンに教えることが多くなってたんですよね。うん、だからそれを、まあ、動画にしちゃった方がなんか10人に1回か教えるよりいいなと思って始めたのがスタートですかね。はい、続いて、ででん、はい、
奥さんを動画に出す予定はありますかと。いや僕じゃないでしょ。あ、僕じゃない。ボンさんいないか。あ、ごめん。僕じゃないでしょ。どう考えても。とりあえず僕はないです。僕は、いや、出す予定は別にないくはないんですけど、まあでもなんか。予定はないですよ。予定はないですね。奥さんがなんか秘密が多い方がかっこいいだろうって言って言ってる言ってる言ってる言ってなんかねミステリアスな女、うん、なんかかっこいいやろってかっこいいってかっこいいやろって言ってる言ってるプロポーズの場所と言葉はこれ選ばんでいいやろ。ミルク氏が選んでましたから。ヨメルが選んでますね。だからこれ家ってことなんじゃないですか。でしょう。普通に僕はあこれねあのこう言われるとえって言われるかもしれないですけど家で普通に結婚しようって言ったんですよ。ああ家で、ね、はい、で自然の生活その何ヶ月も前からいろいろ考えたんですよ。なんか船の上豪華客船の上であれしたりあのフラッシュモブって言っていきなり街の人たち踊り出して僕も踊り出してサプライズしたりなんかあのすごい花束をねもう屋上なんかすごい高層レストランで渡したりいろいろ考えたんですけど結局なんか自分らしくないことやっても長続きしないしまたそれで求められるといい。なるほどね。確かにね確かにあの時は結婚の時は結婚の時はすごくなんかやってくれたのにみたいなだから僕は僕らしくやった方がお互いのためかなと思ってやりました、うん、はい普通家でしました、はい、だったそうですよ。続いてだそうですよ数年後の、YouTube とクラロワはどうなっていますか。想像つかなくないですか、ね、そうですねだから今後例えば 5G って言われるいわゆるこう通信がね今よりそうだそうだあの映画が2時間の映画が数秒でダウンロードできるみたいな時代になって多分映像のあり方が少し変わってくると思うんですよね。でそうなってきた時にその動画のプラットフォームだと YouTube が強いんですけどもしかしたらまた全然違うあのプラットフォームが出てくるかもしれないしその通信環境とかによってもやっぱりプラットフォームって移り変わってきたじゃないですか。昔は掲示板の2チャンネルとかが強くてでそれこそそうですよね、はい、本当昔たどると新聞から始まって、まあまあそうですね、映画ラジオ、はい、テレビになって技術に合わせてその時の王者が決まっていく。僕たちが今、はい、考えられないようなそうメディアができるかもしれない。できるかもしれない。で、そうなってきたときに、じゃあそこに YouTube が王者でいるかって言ったら、うん、多分違うんですよ。だってテレビ局が動画で勝ってないじゃないですか。はいはいはい、それと一緒で、多分 YouTube じゃない。次のメディアが何ある？うん、そうよくアニメである、こうやってボワンボワンって出てくる。これボワンって。ウェアラブル、こうピピッつって、ウィーってなるってなるかもしれないんで、ね、そう考えると。まあ、あの数年後かどうか分かんないですけど、うん、YouTube とかはなくなる可能性も大いにあるかなと思ってます、うん、クラロワはでもあのスーパーセルさんが数十年後も、遊ばれるゲームを作りたいって言ってで実際にそのなんていうんですかね、そういうこう設計ゲーム設計もしてるし、うん、あの運営もされてるんで実際そうですよね。数年後はまだ全然あるでしょ。続いてると思います。クラクラもだってまだ7年目ですけど日本ではねちょっとぶっちゃけ下火なんですけど、うん、海外アメリカとかまだ3位とか。だってここへ来て、はい、クラクラのプロチームができましたからね。そうそうそうここへ来てよアメリカ今まあ3位ぐらいなんですよ。あそうなんですね。クラクラすごくないですか、うん、本当にだから全然まだまだ全然あります。それを考えるとクラロワもまだまだ、うん、クラロワも多分ずっと続いていくんじゃない。まだまだひよっこもひよっこじゃないですか3年、まあ、分かんないそれも分かんないですけどね、はい、続いてクラロワを始めたきっかけは。僕ブームビーチやってたんですよ。あ、ブームビーチ勢からのスタート。スーパーセルでマジでレアですよ。え、いや、ブームビーチからスーパーセルゲームをやるのはクラクラも知ってましたよ。はいはい、あ、名前は知ってたけど、なんか渋谷かなんかですごいクラクラのコマーシャルを流れてやってました、やってました、やってました、ね、柴咲コウさんとかのそうかな、はい、すげえなと思ったんですけど、ブームビーチやって、はい、同じゲーム、そうしたらなんかクラロワが出るぞみたいなことなんか言ってて、はい、それでクラロワ、あ、じゃあブームビーチ、初日ぐらいから始まる。クラロワクラクラだったんですね。そうですね。僕はね、クラクラは普通にその時なんかアプリランキング上から面白いのどんどんやってて、うん、でクラクラがなんか面白そうだなと思ってやったんですよ。でユーザーレビューがめちゃめちゃ高くて、あ、これ面白そうだと思ってやったらもうどっぷりハマりました、はいはいはい、でクラロワはもうリリース初日からやってます、はい、そうそう、他のゲームからクラロワですよね。そうですね。だからスーパーセルのゲーム本当おもろいのはそこで通知が来るのがすごいですね。他の会社とはいえ同じ会社で。続いて、はい、今までで一番高い買い物は何ですか。何だろう、なんだろう、一番高い買い物車とかじゃないですかね。車、うーん、言っ
ってそんな高くはないですけど。車ですかね。車以外で100万円超えてる買い物あります？逆に100万円超えてないですもん、それ車で、はい、なるほど。それ抜くと、はい、次プレステ4とかになります本当に、まあ、そうか、そうなる。1個ですよね、これはね。そういうことね。そうですね、僕も車になります。車もこれ、はい、これはカロかな、うちの家のためにだったから、はい、全部僕じゃないんですよ。あ、なるほど、そう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 、僕しか免許持ってないんで、介護の車なんで介護用これ本当本当介護用のリアルな話です。そうだから、自分一人ってわけじゃないから、どうだろうな、まあ、車ですね。いや、俺プレステ4だわ自分用だと、うん、まあまあ全然そういうこともあります。プレステ4だわ。ボンさんの人生40年間の一番高い買い物は、iPhone じゃないですか。そしたら確かに、ついついその場で払うわけじゃないから、iPhone って。確かに忘れがちだけど。まあでもね、電子機器になっちゃうのかな。なっちゃいますよ。だってパソコンとかでしょ、だってボンさんって。僕は、車、パソコンと結婚指輪、あとなんだろうな。そこら辺なる。抜くとしたら、はい、撮影機材になるじゃないですか。まあ、パソコン含める。そうなる。絶対に車抜くとしたら。そんな高いの買わないですもんね。買わないですよ。続いて。想像もつかない。二人の出会いは。クラコロっすよね。クラコロです。ツイッターでどずさんがゲスト募集してて。はい、そう。もうその日ね、マジでゲストが見つからなくて、本当に見つからない。夕方5時とか6時ですよね。そう、もう本当に当日、誰に連絡しても、はい、マジで見つからなくて、はい、その当時は僕とゲスト2人。でしたね、でした。はい、毎回呼んでたんですよ。でも本当にいないっつって、ツイッターで募集しよう。言ったら、ボンジュールだ暇でーすとか言ってきて、で、ボンさん呼んだんですけど、その次の週も確か、一人見つからねえと思って、ダメ元で連絡したら、空いてます。その日、なんと空いてます。で、そんなのが2、3回やって、2、3回続いて、レギュラーになったと。ありがとうございます。続いて、今後やりたい企画。お寿司食べる企画ですかね。お寿司食べる企画。寿司食べる企画。僕はもうずっと言ってるんですけど、ボンジュール無人島生活。はい。ボンジュール無人島生活で。それを動画で言ったらやる流れになるじゃん。はい、言ってるんですよ。知り合いにレンジャーの方がいるんですよ。その無人島でヘビをさばいて生活できるよっていう人がいるんで、それにボンさん。なんでそれに僕も合わせる。二人で行ってほしいな。ラストでございます。そういうの合わせることある。ラストです。今一番見てる YouTuber は誰ですか？今一番見てる YouTuber。 クラロワ会話以外全部含めてじゃないですか。全部含めて、まあ、YouTuber はそれは何だろう。全部含めて分かんない。いや、まあ別にハマってる人でいいですよね。僕普通になんか、あ、人ですね。人でも YouTuber でも、はい。あ、僕野球とかなっちゃうからそれは YouTuber ではないです。バーではないですよね、はい、YouTuber一番見てんの誰だろう。僕は圧倒的に信姫様ですね。そんな見てます？いや、見てる、全部見てますよ。もう新着出たら絶対見ますよ。僕はそういう意味で言ったら、はい、下手したら、はい、ラットくんかもしれないですえ、クラロワ以外だったら、はい、名前出てこない、あの女の子誰ですか？ピャンミッちゃん身近なとこ行きやがちですね。まあ確かにボンさんね、身近な女性に行きたがりですからね。いや、はい、この前も飲み会の時も女性のとこずっと、これちょっと待って、質問コーナー関係ない、絶対行くから。いや、質問マジで、じゃあれはマジでネタ抜きで、いやいや、本当に常に女性の隣にいます。あれはあなたの事務所の社長が、はい、社長さんがね、はい、行けと行けと、いやいや、僕は関係ないです。あと事務所の社長さんが、はいはい、行けと言ってそしてもう、もう、わかりました。なわけないです。いやいや、僕は誰がボンさんを女性陣に送りたく、あ、だからあなたの社長ですよ。あなたのとこ社長さんと、違う、社長さんプラス、はい、いつも使わせていただいている社長さんの社長さんと、はいはい、社長2人に、ボンさん、あそこ行ってきな、面白そうだった。ボンさん行くと、行くと面白そうだから行ってきなよって言われて。遊ばれてるじゃないですか。まあ、ということで、以上が質問コーナーでございました。はい、またちょっと好評であれば、質問コーナーやっていきたいと思いますので、あれですよね、やっぱいろんな質問いただくんですけど、やっぱ基本ラジオとかで喋ってて動画では言ってないじゃないですか。確かにね。だからまたちょっとこういう、はい、
質問コーナーもいずれまたやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。いや、これ無人島行く流れになってるわ完全に行きましょうよ